さあ今夜も始まりましたスパロボアルファ実況でございますね。パートなんぼかっていうのはもういいや、うん、パートなんぼかっていう言い方よりもあの第何話なんたらはなんたらかんたら編なんたらなんたらみたいなそのタイトル、ね、にしていきますのでね、その方が分かりやすいやな。スパロボに関してはね、つまり1回の動画の分でその1話はどんだけ時間がかかろうとも終わらせるということだ。2はパートに分けられないっていうかね、分けないっていうことにしますので、いやあれだね、いないね、どうやらまだジャイアントロボがいない。この12万2300円でいいのかな、この単位は。1万2300円はジャイアントロボが稼いでおかれながら、これを他のユニットのために使うわけにはいかんよな。多分違う、そういうもんだよな。ちょっと乗せ替えしとくか。スレッカーがコアブースターに乗ってるからさ。スレッカーがコアブースターに乗ってるから。誰をコアブースターに乗せたらいいんだ、そしたら。100式の方がコアブースターより使うかな。コアブースター落とされるのが嫌なんだよな。まあ、ロベルトあたりをコアブースターに乗せるか。そしたら。だから今回何もできません。はい、次行きます。許可パーツもなかったし、お金も、この12,300円は、ジャイアントロボが稼いだお金だからね、ジャイアントロボに使います。いずれ入るだろう、ジャイアントロボにね。ブライト館長。なんだ。僕、このまま DC に引き場を渡してしまっていいんでしょうか。君の本来の任務は、この DC 日本本支部へ。ヒュッケバインを輸送することなのだろう。あの機体が一時的とはいえ、我々の戦力から外れるのは辛いが仕方のないことだ。もう一度考え直した方がいい。え？ああ、なんか悟されている。はい。覚えておいてくれ。ヒュッケバインがなくとも我々は君の力を必要としている。せやろか。ヒュッケバインのない、このアザラシに価値があるのだろうか。髪型似てるな、アザラシイコール遅刻くん。名前が変だもん。州白川です。カーク・ミハル。髪服がなんか全然、服のデザインが統一感ないけど。お名前はマオシャに行った時に聞いています。初のパーソナルトルーパー、ゲシュペンストを作られた方ですね。そうだ、ヒュッケバインマークスを確かに受かりました。うん、気づかれて当然か。何も知らない僕とリオを輸送機のパイロットにして、わざとティターンズに襲わせた。あれはあなたたちが仕組んだことだったんですか。わざと襲わせただと。私は自分が手塩にかけた機体をティターンズにみすみす渡すほど遂挙ではないよ。いざという時のためにだろ。万一の事態に備えてダミーデータ以上の意味はない。ダミーですって。どう見ても僕が機体に乗るように仕向けられていたとしか。はいはい、単なる偶然にすぎませんよ。僕が今までも生き残れたのも単なる偶然だと言うんですか。まあそれは偶然じゃない。たまたまってことはたまたまなんだろう。そうでなければ初めての実戦で君がヒュッケバイオを使いこなせるとは思えない。どうのこうの。何の質ですか。ニュータイプに似た資質が。ジオン大君って有名人なんだ、この世界では。私はそうではない、はあ、ヒュッケバインの1号機は1年前動力源の暴走事故を起こした。その後継機であるマーク2は動力源を通常の核融合炉に変更し量産化を前提とした施策機だが、お前ね、異星人と戦うためだ。巨大戦艦 ASS-1 を送り込んできた異星人と互角以上に戦うには優れた兵器が必要だからね。何ですか。実験台、そう思ってもらっても結構だ。はっきりと言う。しかるべき措置とはどのような。
賢明な判断です。よくわからんなかなか勘のいい子でしたね。小林源三って誰？ブーステッドヒューマンとは比べ物にもならない優秀さ。奪われでもしたな。イングラム少佐の発音で、ね、私と戦う。もう知らねえよ、その辺の人たちの名前は。あれだな、スパロボの、なんかこの、スパロボじゃねえわ。スパロボ界隈の話だな。ガンダム界隈の話じゃないよな。バンプレストオリジナルな。俺なんかね、スパロボ OG とかあんまり好きになれないんだよな。別にこっち、そこはなんか、お遊戯感がすごい。ガンダムは好きだけど、このスパロボ内の世界観はそんなに好きじゃない。あくまであまり出しゃばらないでいてほしい。スパロボの世界においてオリジナルの人たちは。まあ、OG が好きって人たちもいるからね。それはあまり言えないけど、声がいきなり変になっちまった。ガラガラに。ガラガラガラ。ねえ。濃いメンツが話してる。クーデターだ。エマチュイ。さっき2ちゃんでエマチュイのスレを見た。2ちゃんじゃないわ。5ちゃんで。5ちゃんっていうか何ジェで。いや、ここらでティターンズは反対勢力と一緒するもののつもりかもしれんな。エマチュイの髪型を変えたら今でも通用するなみたいなスレだったような気がする。だが、エマチュイは今のその髪型のままでいい。なんかね、フェチズムじゃないけどさ、いろいろあるよな。だからこうでないとダメっていうのがフェチなのか、別にそれでもいいじゃんっていうのは、それはフェチではないのか。別にエマチュイがこれなんだったらこれでいいじゃんって思うけどな。これが別の髪型だったから、OK ってことはなくて、これは今はもう、これ、それはそのままそれでいいんじゃないのみたいな。よくわからんこと言うな。隣の星の民ですか？ジャミトフ。ジャミトフもいい上司っていうスレで書いてあったな。わからん。俺、ジャミトフのことあんまりよく知らない。長いよ、前半が。これもう7分経ってるよ、動画撮って。8分、もう少しで8分だ。いや。話が長いってば。しかも全然容量をつかめてない。これもまた後で動画見返して、ゆっくり自分で見るか。俺読むの遅いんだよな。遅刻って上についてるのからなおさらそうかもしれないけど、何にしても遅いんだよ、すべて。すべて、早いの飯食うことぐらいだ。飯食うことと、眠りにつくのと、あとあれだな。やめとこう。やめとこう。それは、野暮ってもんよ。ブライト館長、あれを見てくれ。ブライト館長、あれを見てくれ。海から光が。オーラロードが開かれたかな。光の中に質量を感知。いきなり戦う大勢。わけもなくいきなり、未知なる災い。もしかしたらスパロボ特有の海だけのマップかもしれない。そんな時には、海専用モビルスーツ、デスサイズが役に立つ。しかしデスサイズはお蔵入りしてる。オーラロードが開かれたかな。そういえばなんかスパロボ X とかいうのが出るらしいな。新作のスパロボが。全然話題になってないとかいう。正直、ね、違った。サイバースターだった。サイバースターも出るらしいな、X に。ちょっと異世界感が丸出しの人たちが出るらしい。聖戦士ダンバインとかあんまりだよな。正直ダンバインよりエルガイムのが好きだわ。どうせなら。使っちゃうけどね。ちっちゃい
ちっちゃいし、もう嫌いじゃないけど。あれは？光の中はロボットが現れたぞ。BGM は軽いな。ほな、伊勢人のロボットかいな。関西人が紛れ込んでいる。関西人が紛れ込んでいる。こういう時のアザラシの勘は当たるんですって。そんな仲だったか、君ら。兜浩二とアザラシとの関係性がいまいちよくわかる。そんなに仲良しでしたか。お、あの、あれじゃん。ガルーダじゃん。こないだのやつだ。黒、白。シューとグランゾンの居場所は探知できたか。シューってさっきあったぞ。シュー白川博士な。俺あれなんだよ、あのスパロボのオリジナルの機体の中じゃさ、ザムジードがすごい好きなんだよ。ザムジードがさ、ミオさすがのザムジードが、逆に言うとあれしか好きじゃない。逆に言うとな。やれやれ若いね。艦長命令も何のそうだ。やむを得ん発信を許可するって何なんだよ。やむを得るに書いて言うほどやむを得んか。まさき安藤、まさき安藤って言うからかっこいいけど、これ漢字で噛んだら安藤まさきさんだよな。安藤ってさ、伸ばしてるからかっこいいけどさ、伸ばしてるからかっこいいけど、漢字で書くとあんまりかっこよくないよな。特に野球好きだからだと思うけどさ、安藤と言ったらエースコックの安藤だよ。安藤優也の安藤だよな。あのイメージが拭えないからさ、安藤って言うとあんまりかっこよくないイメージがすごくするね。大体日本名は全然大体野球選手に置き換えられて、まあふーんになっちゃう。あふーん、どっから HP 順？わけのわからん HP 順とかになってんのか。10機いる？ぴったし10か。2、3、4、5、6、7、9、10。よし、総員出撃。これレベル順逆にした方があれか？出しやすいかな。さあ、長いマップが始まりました。きっと長いに違いないマップが始まりました。安藤正樹だが、ミオさすがが確か出なかったと思うんだよな。このサイバースターは出るけど。アカシックバスター集中だけか。陸 B ってのが気に食わんな。空しかいられないじゃん、こいつ。地上に降りられんじゃん。どうしよっかな。とりあえずコンバトラー出撃かな。コンバトラー出撃。コンバトラー気合いあるね。いいですね。もうコンバトラー無双だよ、これ。半ばコンバトラー無双感が出てきてる。正直外れんだろうね。あの、必中を使う必要が。加速ないか、加速がないな。まだ、この現時点において加速を使えるやつよね。サイバースターを使っていってどうかなって感じだ。ってか、うご、変形武器。ハイファミリア。まあ、ここで置いとこう。敵の位置はまあ、適当でいこう。こういうマップは大体元のところにいない方がいい気がする。だから、全部動かしていく。撃墜数14か。まあ、戦艦を中心に戦っていくとして、イクディアス。毎回、Y ボタンを押すと、サイバースターに飛ぶから、X ボタンで、Y ボタンで、ゲッターにも活躍してもらうか。ダイヤナンエース。違う、アフ、違う。メタスか。変形。メタスはコンバトラー V のバックアップをお願いします。アフロダイン A はこっち。ボスボロットはこっち。あ、デスサイズ間違えて出してる。あんた、出たらダメだよ、死神は。
死神おじさんは出たらダメだよ。死神お兄さんは出たらダメです。死んでるので。ああそんなに移動しなかったか。誰、アンさん誰、流星。マジンガー Z にコンバトラー V、 こんな間近で見られるなんて、生きててよかった。流星、声優変えた方がいいんじゃないか。俺たちは見学に来た。もうちょっと喜びを。わかんねえかな、この状況の凄さが。あのスーパーロボットと一緒に戦えるんだぞ。うるせえうるせえ。イングラム、イングラムブリスケン少佐、機関を援護する。気に食わんなこいつら。入り方が気に食わんな。こんな風な途中からのこのこ、しかも2マップ目から、2マップ目からというのが、しかも絶好の位置でというのが、なんとも気に食わんな。こいつらは使わない。使いたくないな。いかにも使ってくださいっていう感じでこう、お膳立てされてきたじゃん、こいつら。しかもマップ兵器ありかい。Tリンクダックルです。2500。弱い。R ガンパワード。取ってつけたような。キャ。一発しか使えないが3500。強いな。普段使いの技が気力必要すぎない？これしかないじゃん。そしたら使いにくい。使いにくいね。見ろこのコンバトラーの使いやすさ。超電磁ヨーヨーが3マップ届くぞ。どうしよう。とりあえず一発一人落としときたい。集中を使おうか。サイバスターは運動性が115だけど、変形すると125。走行は、走行はこっちの方がいいか。でもまあ集中かけるんだからこれで。ハイファミリア、まずは手始めにハイファミリアを見ていこう。まあまず当たることはね。ドリキュアがガンガンにガーガー言うてな。ドリキュアガーガー、ドリキュアガーガー。頼んだぜ。黒白黒白。ここなんか目があるみたいな感じだな。出せ。なんかこういう感じのするとさ、なんかこうあれみたいな、弾痕がこうなってるみたいな。なんか遅くね、ハイファミリア。遅くね。なんかもたくさしてんな、ハイファミリア。もたくさしてんな。これ全部見るのめんどくせえな。戦闘飛ばしていいんですか。ダメですか。戦闘飛ばせない縛りをしてるんだ、実は。飛ばさない縛りをな。やっぱ実況者たるものね、この実況者たるものを、ゲームプレイを見せていけばいいというものではないと思うのだよ。俺はそうだと思うんですよ。思うんですね。ラジオってさ、白黒の画面っていうか、まあその音だけで楽しさを伝えるっていうのがラジオだけどさ、だからラジオなんかよりも相当恵まれた状況だよね、この今この実況をしてる最中はさ。ラジオよりも後ろに映像が流れてるんだから。だから飛ばすんじゃなくて、別に映像流れてる間喋ることができればさ、喋り倒すことができれば、何もね、ということです。何が言いたいのか。何もこのゲー
戦ってるシーンを苦痛に感じさせてはいけないということだよ。やる側として、見せる側としてはね。そしてそれができるはず。だから戦闘は問わさずにしゃべくり倒していきます。おお、この超電磁、お、目が光った。超電磁ヨーヨー初？そうでもないよな。ミヨンミヨン、回り込んで左右また押さえて、女性型ロボットにそれはできんだ。いや男も無理か、男も無理だ。おお、あともうちょっと、あともうちょっとじゃないか。さあ来い、カムヒア。ドド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 、避けた。かっこいい、今の動き見た？かっこいい、コンバトラーの今の動き。めったにお目にかかれない避けるシーンをね、華麗に避けるシーンをお見せしました。まあこんなもんかな。アーガマで、でもね、そんなに戦艦として今回このアーガマを押していきたくはない。どちらかというと、この後出てくるであろうエクセリオンとかを押していきたい。陸地確保、陸確保。ゲッターどうすっかな。絶対ゲッターの力も必要になってくると思うんだよ、こういうマップでは。威力がある技がないと、威力の破壊力のある武器じゃないと、あのガルーダのよくわからん 目がついているあの八角形か十角形かなあれは結構かなりの硬さを持ってるから、あれを落とせん。よし、 OK。なんか面白い話しようかな。面白い話したいな。防御反撃。超電磁ヨーヨーが届くならずっと超電磁ヨーヨー使うよね。だってエネルギー使わないんだもん。スパークも使いたいけどな。ちょっともったいね。スピンのために残しときたい。だから、これでいい。これでいい。これでいい。ヨーヨーが届くならヨーヨーでいいよね。テレテレテテーン !VVV! ビクトリーコーンバトラー、面白い話をしていこう。俺多分ね、人エフェチなんだね。自分でもよくわからん。いや、まあ、よくわかる。これは理由は知ってるんだけど、人エフェチなんですよね。でアニメキャラとかさ、大概二重じゃん。そういうこと。そういうこと。アニメキャラに燃えなくなっちまった。全員二重じゃん、大体アニメのキャラクター。そこでなんか言うて、自分も一人だけどな。自分が一人だからってのあるんだけどな。一人だけど、あのこうやったら二重になるみたいなあるけど、基本は一人。なんかそのね、二重にするやつ使えば多分二重にはなるんだろうけど、二重になったらもう一人になれんや、なれんや。二重の人が一重にはなれないけど、一重の人は二重になれるんだよって考えたら、まだその、改造したら違う、なんつったらいいかな、なんつうのがいいかな。バトルガレッガーをお見せしましょうか。バトル、その不可逆的な変化、可逆的な変化、不可逆的な変化っていう言い方をすると、ちょっと語弊があるかもしれんけど。あ、超電磁クレーン、あの、命中率から言うとバトルリターンしかありえんのか。まあ、倒せるならバトルリターン使うか、数少ないバトルリターンを使えるチャンスだもんな、きっとな。戻れないになったら、そこに行かないというか、というかね。腕を切り落としたらもう腕は再生しないけど、からみたいな。で、腕がくっつくんだったらやるよ、腕をぐらい切り落とすよ。ちょっとあんまり例えになってないな。深夜テンションで、いや、やめとこう、やめとこう、そういうゲスな話やめとこう。
下世話な話はやめとく。何かを言いよどんでやめて。何なんだよそれは。なんかわけわからん、せんべいみたいな、あの高いところに登ったらあの瓦みたいなのをこうヒュッて投げるあれみたいなのをこう両手でシュッて投げたけど、狙わないって、狙わないって。ハイファミリー、なんかハイファミリーが出す、普通の反撃なら当たらないというのに、あの回避しても気力が上がってくれたらいいけどな、スパロボのシステム的にな。回避して上がるみたいなのもあるんだけどさ、パイロット能力上げていくとみたいなのは後のスパロボでね、そういう風なあのパイロット能力を育成みたいなのが出てきてそういう風になるんだけどさ、でもそれはまためんどくせえんだよな。それそのパイロット育成でいろんな能力つけていくのがすっごいめんどくさい。それは嫌。デフォルトで回避しても気力が上がるようにしてほしいわ。まあでも避けても気力、なんだか食らう方が気力上がるか。でも銃のダメージ食らったところで、これやっぱダサくね、ここから生えてるように見える。なんか何が生えてるみたいに見える、ここから、ここにあって顔があってな、この2つが余計なんだよ、この2つが。このハイファミリアはな、ダサい。あのうん、スパロボ F のハイファミリアの方がまだかっこいいわ。スピード感がないもんな。できる限り使いたくないわ、それ。てて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 1ターンって大体1分なんだね、つまりね、このスパロボ内時間としては。あんまり使いたくないわ、本当だな。どうしよう、アカシックバスターまで120が遠いんだよな。それまでこのね、ハイファミリアを使うのもちょっとなんだかなって感じがする。ディスカッター、使っていこう。ディスカッター、ディスカッターランブドたちみたいなのがなかったっけ。もらったぜ、緑色だ。ダスだ、ダサくはないけど、ダサくではないけど、もうちょっとモーション考えてほしいな。食らっとる。油断しちまったぜ。微妙に硬いのがなんか。見やから。微妙に優遇されてない？走行なんぼよ。君走行なんぼ？100、1300、そう見てたら。それに比べてこっちは？せや、こっちも熱いか。ガンダムマーク2は？ガンダムマグ2が柔らかすぎる。客式は1200。あー、ガンダムタイプがちょっとあのかなり冷遇されてんのね。1000ぐらいだね。1200か。まあそういう意味でそんなに優遇されてないか。体力が多いんだね、体力が。そういうことにしとこう。マジンが全然遅い。ゲッターは使っていく？ちょっと遠いよね。端にいれば敵がおそらく、このマップ全体見通したときにこの辺が空いてるから、この辺が来そうな気がする。それを迎撃するためにこの辺にゲッターを配置。いや、それでいい。それでいい。超電磁、ヨーヨー。超電磁ヨーヨーじゃ、ここかな。じゃあ。
これでこう 93%。 うむ、よかろう。でーん、ビクトリー。あの前に進むときにせめてスラスターかなんかのスラスターかなんかをこうシュボボボボってして前に進んでほしいな、宇宙やったら。じゃないとなんか浮いてる感じが出てる、無重力で浮いちゃってる。どう3600ダメージの、ダメージに幅があるなとは思うけど、3600。思ったんだけどさ、超電獣はまだわかるよ、格闘技としてな。このさっきのバトルリターン、これ格闘か、格闘か、これフリスビー投げただけだろ。これで現在気力132、超電スピンも視野に入れてきた。どうしよっかな、ゲッター、ゲッタービーム使いたいけど、消費品への115中の110ねえ、ちょっと使えないよね。虎の子のゲッタービームになっちゃう、ね、家投げりゃいいのかな。ゲッタービーム使ったらもうほとんどエネルギー切れみたいな状況になる、このゲッターは。燃費が、燃費が、燃費っていうか、なんだろうな、まあそんなに燃費良くないのにガソリンタンクが少ないみたいな感じだな。ゲッタートマホークとディスカッターの動きが同じじゃなかったか。食らってもいいぞ。バキン。まだいける、まだいける、出ない声だ。への突っ張りはいらんですよ、の人。回復させとこうかな。回復修理、イエーイ、イエーイ、ひらめき、ひらめきおったらさ、3体いる？この3体違うな、何の3体？あ、ディオか、ディオか。まあいいか、ちょっともうちょっと削っといてもいいかなと思ったけど。さあ来い、何かここに来るのか。あいつらはエアロゲーターだ。手だつきね、うるせえうるせえ、よいしょはいいんだよ、よいしょしてなんかこう気に入られようとしてるんだろうが、そんなのは必要ない。作品中のやつなら、作品の中で自分たちが一番ぐらいの気持ちで頑張ってほしい。超電磁スパークを見せてみるか、ここらで、ここらでちょいと超電磁スパークを見せておくか。テレテレテテン、別にこの音は使う気じゃないんだけど、強いからつい使っちゃってるな強いからカラーリングはガンダムのそれ、タイコンバトラータイ、よくもやってくれたな、超電磁スパーク。数日前まで戦闘の背の字も知らなかったような少年たちがこのような戦場で第一線で活躍している。惜しい、スピンの、スピンを使うべきだったかもしれない。惜しい、勝っちゃうな、回避しよう。防御反撃だと
反撃になっちゃうんだよな。100当たる防御とかあったけどな、確実に当たる防御、ダメージ4分の1。どうだろう、防御反撃があるのなら確実に防御はあってもいいよな。当たるけど防御しても当たっちゃう、当たら回避しちゃうからね。気力貯めようと思ったらやっぱり防御反撃の方がいい。エアロゲーター、とりあえずまあアカシックバスターもか、まあ、とりあえずどんなもんかな見てみよう。は、防御反撃で見てみよう。どれくらいの攻撃力で相手がどれくらいの体力かを偵察、偵察部隊の偵察。色は同じ、サイバスターと同じ。どれくらい今日は。しかも2500しか敵は体力がない。このスパロボの悪いところは倒したいやつしか倒せないっていう、育てたいやつだっつってしか、育てたいやつしか育てられないという悪いところだな。熟練というか撃墜数によって強くなるから使いたいやつしか使えないというかね、マイナーキャラを活躍させてあげられないというもどかしさがある。クリティカル出して1800、まあ、サイバースター自体がちょっと弱っちいな。これはサイバースター狙ってくるね。打てるだけ打っとこう。おととい昨日っつったの、今ねすごい時間に動画を撮ってるね。ちょっと寝つけ、ね、一旦寝たんだけど起きて今に至るんだよ。あの一旦寝て起きて今家帰って電気つけっぱなしで寝てるときは相当疲れてるんだけど、電気つけっぱなしで寝た。2時ぐらいに起きて、やおら2時ぐらいに起きてで、あのライブみたいなニコ生みたいなものを見て、そして今にニコ生みたいな、追ってる違う、今気にかけてる配信者の動画を見て、映像を見て、あれさっきのクリティカルのダメージ違くない？なんでこんなに差がつく、バラつくの、なんでこんなバラつくのを見て、で1時間はしてないと思う。あ、水飲みてえな、水が飲みたい、水飲みたいな。見て今にいた、その配信してる人がね一重なんですね、目が。一重ってでもね別にテレビとかでね一人の人なんてほとんどいないから、それで可愛いタレントとかいないんじゃないかなと思うけど、でもいるはいるんだよ別に、ね、一人でも全然可愛いっていう人もね、へえって思うでしょ。思わない、誰も思わない。それは多分あれだな、同族嫌悪の逆みたいなもんだな。多分自分の右手がなかった、左手がないとか手がなかったら多分手がない人にシンパシーを感じると思う。そんなもんだろう、たまたま、うん、いやなかなかみんな人生大変ですねっていう気持ちでね、また倒してしまったようねえな。別に戦う、このサイバースターで戦う気がないのにさ、敵が弱いから倒しちゃうって。そろそろ確定で倒せるようになっちゃうなこれ。敵が弱い。
まあもうね、つかの間の春休みを満喫してるけどさ、まあ本当のとこ春休みとか言ってる場合じゃないんだよ、俺なんかな。だからね、ちょっとここ最近遊んでるけど、まだ気引き締めてやらないかんなと思うわけでございます。こうやってゲームができてるのもね、のんきにスパロボができてるのもね、ありがてえことだわ。でも若干の焦りもある。こんなことしょる場合じゃねえかもしれんなっていうな。でも今はスパロボをやりたい。今はスパロボをやらせてください。一日、夜寝る前の1時間ぐらいやらせてほしい。それ以外特に趣味がまあなくもないけど、絵も描いたりしたいとかあるけど、確定で倒しちゃってる。別にこれはサイバスターのための餌じゃないんですが、こいつは倒せねえよな多分。防御反撃でどこ G リボルバー、 G ドットリボルバー、ドットじゃないな、あの真ん中の点ってなんていうのあれ、ドットってのは下の点だよな、真ん中の点は何なんだろう。 G わかんねえ。俺の R1 に傷をつけやがって、許さねえ。大して傷ついてないぞ、大して傷がついてない。リボルバーである必要性が弱っ弱っ。何それ、どんどん来てるな。 G リボルバーしかないんか、わざと使うまでもない気もするけどな。弱い、てれてれれれて、てれ。あんまり強い機体じゃないな。まあ、強い機体じゃないから使ってもいいんだろうけど。でも、言うほど使いたくない。俺の狙いから逃げられるものか。リボルバーである意味。あら、急に効いた。クリティカルで威力3倍ぐらいになってないか。なんかね、ダメージがいまいち計算できないな。ばらつく、非常にばらつく。なんでこんなこっちばっか狙うんだ。おとといぐらい急に話し出した急に話し出した。絶えず話しとけって気がするな。一昨日ぐらいにね、スケートに行ったんですよ、野郎ばかりで。野郎ばかりというか、まあ野郎だけで勉強終わりっていうことで、なんか楽しいこともということでね、スケートに行ったんですよ、岡山国際スケートリンクにね。あれ、その話した？したかな、した、もうすでにした、したような気がする。いや、してないよな。多分してない。スパロボでは少なくともしてない。したんですけどね。いやー、なんか今ね、めっちゃ体が痛いの。一日ぐらい経ってから。いや、昨日のうちから、今日のうちにもうすでに痛かったんだけど。あのね、脇腹体の横のあたり、筋肉がすごく痛い。なんだかんだで、いろんなところの筋肉を使って氷の上滑ってたんだなって。別にうまく滑れているわけではなかったけれども、もうエチラオチラじゃんね。ヒヒ、なんで倒すねんな別にこいつを育てるつもりじゃないから、勝ちが嬉しくね。使わんよこいつ、この機体は。どうせなんか合体するんだろう、君らどうせ合体するんでしょ。おかしいな、このマグナビームライフルでぶっ倒したんだぞ。
優先式ビームチャクラムなんて使った日には絶対倒しちゃうじゃん。じゃあ回避するしかないじゃないの。一体一体にこういう BGM があるこの一体優遇ぶりだな。でもスケートってなかなか悪くない趣味だなと思う。悪くない趣味というか悪くないレクリエーション遊び場だと思うね。何するって思うじゃん、あの若者はね、若武者たち、若者たちはあのね、何して遊ぶって思うじゃん、思うじゃん。実際なかなか行くところない。ボーリングかカラオケかみたいになるじゃん。でもいろんな遊びの提案をしていきたいたくてさ、スケートもその中の一つにして組み込んでもいいと思う。午後から午後一杯でまあ1700円ぐらいだね。靴のレンタル含めて1700円ぐらい。靴のレンタル代は次回半額の件があったし、つう考えたらまあまあね、1700円ぐらいだよ。カラオケと大して変わらないぐらいだ。うん、ボーリングはまあもうちょっと安いけどね。何して遊ぶってなるじゃん。そんな時にいろいろね、選択肢あった方がいいと思うし、その中に一つに。どうしよう、あっちに近づきつつ倒したいからこうかな。超電磁スピンすげえ、3だ、動いて3マップ強すぎる。見せてみろ、こいつらが倒しまくっていたこのサイバスターやら G リボルバーやらの人たちが倒しまくってたこいつら、 G リボルバーの人は倒してないか、倒しまくっていたこの水色のやつは今のこのコンバトラー V でどれほどのものか。後ろにスラスターが欲しいんだよね。のっぺーんと動いてる、のっぺーんと。足の下からスラスターあるのかな。ただまあスケートはきついね。なんかそのこけたら痛い、筋肉痛もあるんだけど、普通に膝打ちまくったから、うわ4000強い。膝打ちまくったが膝も痛いんだよな、打ち身みたいになってる両膝、痛い痛い。女子とかがやる場合はあれだな、膝にサポーターとか、あの膝にあのガードつけてやった方がいいね。打ち身になるとかわいそうだ。打ち身っていうかね、女の子の体は大事でしょ多分。なんてことを思ってもねえことを言ってる。思ってもねえことはないんだけど、思ってはいるけど、そう思っちゃいるけど、まあサポーターな。こけてる女の子はいなかったからあんまり関係ないから。女子はみんなスケートを滑れるものだと勝手に思ってる。ああいうスケートリンク行くとね、ほんとなんでそんな上手いのっていう人たちがいるよね。いるんですわ。もうその3回転はして、2回転ぐらいジャンプして飛んで、普通にくるくるくる飛べてるやつらがいるんだよな。めっちゃ速いスピードで、ね、シュシュ行きながらその場でくるくる回転したり しつつもね したりもして、すげえってなる。すげえ、なんでこんなところにこんな人たちが。倒していく、倒れるわ。そういうの見るとね、やっぱね、男より女の方がスケートは上手いのかなみたいな。羽生結弦、そう、羽生結弦は金メダル取りましたね、オリンピックでね。まあ、某、あ、忘れた。某板の、某板、某南勢とかにいるからさ、あの、つい羽生アンチの、羽生アンチの意見を、なんかこう、に毒されて、もともと羽生あんまり好きじゃないんだけど、その嫌悪感が増幅されてしまうというか、羽生好きじゃねえなってなるんだけどさ、男でもまあスケート上手いのが
まあ、いるんだなっていうかさっていうかさっていうブレストファイヤー当てる？空 B だな。マジンガー空ちょっと苦手だ。空を苦手としている。まあロケットパンチでいいかな。マジンガーで倒したいから、マジンガーで倒したいから、これで G リボルバーで1-3。ここをちょっと、男でそんなねくるくるくるって飛んでるやつはいないよ。やっぱねスケートリンク行くとね、女の子ばっかだね。特にちびっことかね。まあちびっこの男とかはいるわ。そういうのがくるくるはしてたけど、飛んだりとかしてるのはね、多分小学生ぐらいの女の子たちがすごく飛んでた。男はやんねえよスケートは。普通スケートつかそば、フィギュアスケートみたいな感じかな。踊るスケートは男はしねえよ。まあ初老を迎えたような男性があのスケートでこうコースをくるくるね、手を後ろに回してさっそうと滑ってたりはしても、何をしてる人たちなのかよくわからないけど、はいてもだもだいても、あれはいないよ本当に。男でこうとフィギュアスケートみたいな、そういう異質な人間がさ男子のフィギュアとかやってるわけでしょ。本当いないような人たちが。いやー羽生はどうだっていう。これでも食らえ、いたんだよな、いたんいたんだけどかっこ悪い、いたんだよ言いたい声。この放送を、この動画を見た女子どもからの人気が俺が下がってしまう。かまわ羽生にキャーキャー言うような女子どもは捨ておけ。男は野球よ偏見、男は野球よ、もしくはアイスホッケーだな。どうせスケート靴を履くのだ、アイスホッケーですね。エマ注意が遠いな。でも当たるか。ビームライフル使ってみる。うん、いいね。いいね。エマ注意といえば努力の人。あんまりなんか、エマ注意イコール努力みたいな精神コマンドのイメージがあるけど、別に言うほど努力してる描写ないけどな、きっとな。作中では。苦労はしてるような気がするから。努力はしてないような気がする。まあ、してるのかもしれない。ね。そこ。ピヨン。もうちょっとスパロボにリアル感が欲しいよな。リアル感。空とかさ。まあ普通だけど。空もか。ちょっと動き方とか変だよな。空のリアル感とか。もうこのスパロボ。こうドリームキャストに関してはもう少しその地面の書き込みとかが必要な気がしますが、これがダメなんだよな。倒せるのか。これもいけるか。こっちかな、こっちかな。ごちゃごちゃしてないからこっちかな、まあ、見りゃわかるけどな。下のこの地面の部分、この辺が雑、チャッチ。ここもうちょっと頑張ってほしいな。この辺。雑い。ビーム貫通してるな。いいね。貫通してたよね、今までも。なんか貫通してないビームを見て、ちょっとがっかりしてたような気がしたんだけど。この人たちどうしよう。深海に行っちゃってる。戻ってこれないし。使うか。記録120超えてりゃ。125か。じゃあいけるな。これで、あの戦艦を撃ちに行こう。
で、ゲッターも気合使えなかったか？あるある。忘れていくだけか。このバッタ倒して。トマホークブーメラン 70%。 まあ、当たる。当たらんかな。まあ、1マスぐらいちょっと遅いぐらいになったら、ゲッタートマホーク。これでいこう。トマホーク。うん。おお強い。おお強い強い。まあ、このこいつらが弱いだけなんだよな。なんていう生き物って言ったらバッタじゃないな。バッタではないな。誰が回復させたい。誰が回復させるやついないか。ダメージを負ってるやつがあんまいないな。まあ、コンバトラー V とか。うん、まあこんなもんで。はい。また出た。ひで、敵の射程内に入っちゃったのも良くない。要はキャンベル軍戦闘司令官の大将軍ガルーダより歯向かう愚か者の名を名乗り。卑怯だぞキャンベル。ガルーダってか、キャンベルってなんだ。キャンベル星人。いや、聞いてるな。トマホークブーメラン。今椅子がね、木の丸椅子でどうも座るポジショニングが、1時間も椅子に座ってたら1時間57分55分、1時間も椅子に座ってたら腰が痛え。腰っていうか、あの体勢をいろいろに変えてるんだけど、体に負荷が。今は右肘を机に置いて半身の体勢で。外すな。もう1時間取ってるけどさ、まだまだ敵多いよね。まだまだ先が長い。2時間とかやりとうねえぞ。堪能できるね。なんか今日あった面白い話とかそういうのをさ、全部つまびらかにして話したっていいぐらいだ。長えスパロボ。でもそんなに面白いこと、まあ、今日は割と面白いことあったけどな。面白いことあったけどな、まあ、それはとりあえず置いとくか。そんな語りは聞いてもらえない。また外した。あんた外しすぎでしょうが。夜が明けちまうな。このまま行くと。なんでこいつはここを狙うんだろうな。狙わないでほしい。もっとあのガルーダに行く人たちの気力を上げるのに使わせてほしい。まあそこに出してた俺が悪いか。使う気もないのに出してた俺が。本当に惜しかったぜ。ジャイアントリボルバー。あ、G ってジャイアントの G なのか。もう二度と使わん。
アンチ G だから。今度はこっちか。まあ倒すか。まさき最後までこの水が欲しい。水を汲みに行きたい。1時間もずっとこの机の前で喋ってるのに喉が渇くし、水を机の周りに用意してなかったことを今後悔してる。ずっとまさきってこのサイバスターで最終面まで行くわけじゃん、この機体で。それはさすがに無理がある気がするんだよな。この序盤の9話で出てきたこの機体を最後まで使い続けるんだぞ。そんなやついねえよ。この時点で一番最古参のまあ最終面まで行くんだけど。またコンバトラ V もそうだけどな。コンバトラもその V もそうだ。でもコンバトラ V の強さ考えたらさ、全然体力もコンバトラあるし、走行もコンバトラ V 高いし、こっちはもう運動性上げていくしか勝ち生き残る道がないけど、倒しちゃうなぁ。まあ、よいまだそんなそのすごいチームの中で使いたいキャラがいるわけではないから、ないからね、使っていこう。ルールカとかが出てきたら分からん。取っときな。もうサイバースターを見れば見るほどザムジードが使いたい。ザムジードが使いたい。ザムジードのスパロボ F で確かザムジード出てくるんだけど、武器がなんか戦艦用魚雷みたいな、対艦ミサイルかな。対艦ミサイルとか一番強い武器でさ、スパロボ F もしかしたらそれ序盤だけかもしれないけど、なんかそれがすげえ渋いなって思って渋みがある。まさき、しかし移動力すごいな。そこは褒めておこう。アカシックバスターの出番だな。当たんねえし。何を、こういう回はな。どれぐらい食らうだろう、アカシックバスター。みんな、ま、貴重なシーンだよ。スパロボアルファのアカシックバスター。スパロボって結構さ、必殺技集みたいな動画があったりするのよね。それ上げてもいいよね。上げてもいいよね。俺が編集してつなぎ合わせて需要あるかどうかわからんけど、でも希少価値として需要はありそう。誰も多分上げてないから、スパロボアルファの必殺技集って。このサイバースターのアカシックバスターなんて、他のスパロボシリーズでも見ることはできるけども、このスパロボアルファでのアカシックバスターなんてなかなかみんな知らんと思うし、今見た、まあまあかっこよかったぞ。照り映える赤色が、水色に照る火の赤が、なかなかかっこよかった。さあどうするかな。もう使っちゃっていいのかな。熱血がありゃな、使うんだけどな。まあいい、そのまま使ってみるか。さあ行くぜ。気力150、いつの間にやら150、現時点での最高ダメージを叩き出すはず。
コンバートラブイの超電磁スピンをご覧になっていただこう。これもなかなかな、あの 3D になるとどうなるのっていう気がするね。こうなるのか。あー目が回る。ほう、 3D はアニメじゃないから難しいような表現が。目がおかしくなりそう。ゴッドラムーみたいな。貫いてないじゃん、当たってるだけじゃん。さすがの威力。アカシックバスター2発と、アカシックバスター2発、超電磁スピン1発、2発で沈みそうだなこれ。ドーン。超電磁スピンの必要気力って何ぼだった ?60?60 ならもう一発使えるけど。もう使え。どうすっかな。コアブースターが間に合わんな。焼きまっか。焼きまっか。やっちまったな。マジンガーのロケットパンチとかはもう、混ぜ込んでいこう。マジンガーのロケットパンチ、ゲッターのゲッタービームとかも入れつつ、ガルーダを倒そう。空にそびえる黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力を僕らのために、正義の心をパイルダーオン、飛ばせ鉄拳が弱い。そこは倒すとこでしょう。ぜっ。いや今のは倒すとこだったな。倒すとこだったな。倒せんか。まだ抵抗するのなら。なんで反地球連邦のエウーロかが、エウーゴがあのガンダムの、ガンダムマーク2のカラーリングが、あの白を基調としたカラーリングなんだろうね。リック・ディアスとかも黒なんだからさ、ティタランズが黒だからっていうのに、合わせて、おお、いいですね。ティタンズが黒だからそれに反発して白なのかもしれんけど。けどな。チャクラムシューターなら当たるけど、チャクラムシューターは当てていきたくないとすると、またエマ注意の努力で、努力と根性、エマ注意。倒せんかな。ギリいける。足りんな手数が。100手数も足りんし、スリルも足りんな。動画としてのっぺーんとしてるな。敵が弱い。もっとこうゾクゾクさせてほしいな、敵さんには。
あと幸運持ちが足りない。どこで幸運持ち使おうかなみたいな、そういうの考えないで適当に殴って蹴ってるな。蹴って殴ってしてるな。ゲッター生かすならもうここで近づいておいた方がいいけど、地中さてどうする、さてどうする。一旦メダスはこっちの方に下げとい、敵の攻撃がかなり当たるからショックビームの射程だな。171234567、ここか。ここからも近づけないのか。こうかな。オーバーキルだとは思うが、一発で倒せる。どれぐらい食らうのかも見てみたい。4000ぐらいいくと面白いんだけど。3500か、まあ、地上だからかな。チェック。あっちのマグマのお二方には一応このこれでこれの反撃で仕留めたい。射撃武器を使いたいからこんな感じだね。こんな感じで超電磁スパークかな。まあ次のターンでもう一発使えるし、撃っといても悪くはないか。撃っといても悪くはない。防御反撃の方がいい。超電磁スパーク、これで3000ぐらいはいくんかな。でん、超電磁スパークばっかり撃つの方がいいのか、超電磁スピンを2発ぐらい撃った方がいいのか、温存しといて。やるね、防御しといてよかったな。ブイブイブイ、超電磁スパーク、かっこいい。こういうロボが俊敏に動くところがかっこいいな。動画撮る前は割と頑張って気合で撮ろうと思ってたんだけど、もう今眠気に負けてるな。眠気というかだんだんだれてきて、これぐらい撮ってるとな。フォトンライフル、このままでいこう。もっと喋りがね、もっと喋りがこう1時間2時間経ったとしても通用する喋りができればいいんだけど、30分だな、俺は。もう30分ぐらいだな。焼きつくとかの実況をしてみて30分ぐらいだったら、まあなんとかこうテンション高めに全部話しきれるんだけど、いやースパロボは難しいな。内容自体もなんかこう予定調和的に動いて驚きがないからさ、でもやりたくなるんだよな。寝る前とかにやりたくなるんだよ。寝る前にやりたくなって気づいたらそのまま寝落ちしてるっていうのがスパロボだ。その程度のものだな。まあ、その程度というか、まあ、それが大事なんだけど、それが別に悪いっていうわけじゃない。そういうものもあっていいと思うんだ。20連装ミサイルランチャー、ミサイルランチャー。当たりはしないけど、68% しか当たらないけど。ここでぶっ倒すよりも、クッケーマインマーク2の方が良かったかな、主人公の方が。目が半開きになっちゃって。眠た。もう現実で出会いとかがなさすぎるわ。出会い系とかそういう云々じゃないよ。そういうのを利用しようっつうんじゃないよ。でも現実出会いとかなさすぎる。スケートとかにも行ってるわけだ。昨日そのもうちょっと前話をぶり返すけど、でもまあ基本的に出会いは何もないね。男ばっかで遊んでるっていうのは、男ばっかっていうか男だけとしか交流がないな。
まあ悪くはない、悪くはないと思うけど、俺は別にまあそんなもんかなと思うよ。他の連中それでいいのかなっていうか感はある。うん、空に弱いやつが多いな。このこれが当たるなら、当たるなら神湯を落とすのも悪くない。まあ、威力一番この中で高いゲッターをまずは先方にしよう。努力が一応あるから使えればレベルが上がるな。一応これでレベル上げして、まあゲッターかな、ゲッターかな。まさきも当たりは死ぬまではいかないけど、当たるは死ぬまでは、アカシックバスターの金、あれ使えねえ。出会いがねえな。ゲームをやってる瞬間はそこそこ楽しい。うん、そんな話を今日なんか、あのこれかっこいいな。このシーンかっこいい。昔来ましたけど飛べーって感じで、えいやーって打ち出す感じだったっけ。合体して途中離れる、そんな感じだったような気もするんだな。難しいな、4500。ゲッターに打たせたいけど、ゲッターに打たせたいけど、超電磁スパークで倒すとまずいが、まあ一応努力とか持ってるやついたっけ。あ、一応倒しても大丈夫か。一応努力を使ってるから倒しきってもいいけど、倒せなくてもゲッターが控えるということで、あーともうこののんびりした期間があと1ヶ月ぐらいしかないと思うと、のんびりとした動画を上げられるのもあと1ヶ月ぐらいのもんだ。いやでも多分今以上にのんびりした動画しか上げられなくなるだろうね。今以上にもっと気合い入れて、なんでそんなにダメージの幅があるの。さっき3000ぐらいだったじゃん。ダメージ幅ありすぎでしょ。のれ地球人め、よく知らん、よくもやつらが見ている前で世に恥をかかせおったな。この杉は必ずやお前たちを血祭りに預けてやる。もうマグネットコーティングだ、やったぜ。まさきと言ったな、大丈夫か。聞いてる顔をしすぎ。よし、収容作業開始を。それとイングラム少佐、後で話を聞かせてもらいたい。流星少尉、雷少尉、君たち、お前たちは基地に先に潜れ。こいつマジンガーやゲッターとって話しかしていない。ガンダムマーク2っていうガンダムもいるんですが、スーパーロボットにしか興味がないのか。医務室についてきました。彼の容体は過労、地球人であることも判明しました。しかも日本人か。女の勘、YouTube 見てると、なんでか検索じゃないわ、あのおすすめの中にあのハンターハンターの動画が紛れ込んでて、マチってやつが女の勘うんぬん勘んで、なんだっけ、ゴンとキルアがマチと
信長を追ってるシーンでね、信長がなんかあの鎖野郎は単独犯と見て間違いない、組織をマフィアの組織を利用せず羽毛銀をやったのは奴が単独犯であるからどうのこうのみたいなので、こいつらは二人組だから関係ないだろうみたいな、二人組って分かってなかったかみたいなことを言うんだけど、マッチが女の勘で、いやこいつらつながりがあると思うみたいなことを言うシーンをがふと女の勘っていうので思い浮かんだが、大体この手のゲームアニメ作品だと女の勘っていうやつ大体当たるんだよ、大体当たる。これの話全然聞いてないな。エアロゲーター、今回長いな。1時間30分くらいになっちゃう。誰も見ねえわ、こんな長い動画。俺がもしも亡くなって死んだ時にこの動画が上がってるとするじゃん、YouTube に。もしかしたら、その時に見る人がいるかもしれん、こんなところまでな。今生きてる間はこれ。あ、なに？なに？じゃに？非常に高いアルファリング係数が検出されてる。Tリンクシステムをうまく使いこなしてる証拠だ。俺の僕の運命に関わる存在、運命、いい顔を持っているようだ。マサキという少年とサイバースターはどうするのだ。サイバースターの保管素材、それに僕のこと、俺のことをニュータイプと呼ぶのはやめてもらえませんか。確かに。そうか、エウーゴの服ってあんな色なんだ。白、青、赤を基調としている。だからガンダムマーク2を白くするのは筋が通ってるか。そういう意味だと、あのスレッカーとかこの連邦の服は、ガンダムが白、ガンダムとかジムが白黒にならないような気がするけどな。その色はパーソナルカラーだ。なげえ。何ですか。途絶えた。ネオジオに敗北。通信封鎖によって南にあなたタリアとの状況が不明となった。とりあえず南アタリア島に行くのか。2日。ジャブローに行けばティターンズを建設することはできるが、ネオジオの情報は手に入りにくくなる。南アタリア島に向かえば、我々が疑問に思っている EOT はそれに関わる連中の思惑は明らかになる。うん、どう考えても木を見て森を見ずな連中が、ね、スーパーロボットの連中、ジャブローへ向かうに決まってんだろバカが。南アタリア島のドクターヘルとかどうでもいいよ、ほっといておけ。だが実はこれが木を見て森を見ずなのかもしれない。でも主人公はもうね、あのクワトロとかカミーユとは仲がいいわけだから、こっちに行くよ。普通に言わないで、普通に考えてでいこう。なげえ、うるせえ。大ターンとか使っていかねえぞ。機械フェチ、機械で匂いがどうのこうの、機械の匂いがどうのこうの言ってる。SDF 第0機関のエクセリオンが雷王星中域で消息を絶ったようでございます。全く未知の敵か。全く未知の敵、宇宙怪獣。長かったのなんか足されたのあるの、足されたの。何も足されてない、もしかして。
何も増え、足さず増えず。強化パーツのマグネットコーティングが入ってたか、たが入っただけか。お金と。じゃあ、とりあえず今日はここまでということにします。どうもね、この長い、ダラダラとした放送、放送じゃね、配信を見ていただいてありがとうございました。ほな、また。